はい、こんにちは。今回はですね、薬の、ベンゾジアゼピン系の薬のジアゼパム換算についてお話ししたいと思います。ジアゼパム換算というのはどういうものかというと、あれですね、国際通貨のお金の為替みたいなもんやと思ってください。国際通貨のなんていうのかな、日本円とドルとか、ドルと、EU のユーロとか、その換算がありますよね。それと同じようなもので、ベンゾジアゼピンの薬っていうのもいろんな種類がありますよね。有名なやつだけでも、20種類から30種類ぐらいあると思うんですけど、その一つ一つが、強さが違うんですよね。円とドル、1円と1ドルの価値が違うように、その薬によってその強さが違うんですよね。だから、まず自分が飲んでる薬っていうのはどれぐらいの強さなのかっていうのを知る必要があるんですよね。でその基準となるのが、ジアゼパムっていう薬があるんですけど、そのジアゼパム、例えば僕はサイレースっていう薬を飲んでるんですけど、そのサイレースっていうのは、サイレース例えば、今僕は 1mg のサイレースを減薬していますけど、 1mg のサイレースというのはジアゼパムに換算したらどれぐらいの量になるのかっていうのを、知ることが大切なんですよね。だから例えば1円っていうのがドルではどれぐらいの値打ちなのかっていうのを知るのと一緒ですよね。だいたい世界中にいろんな国がありますけど、いろんな通貨があるけども、その全部その値打ちが違いますよね。中国のお金とか韓国のお金とか、全部そのなんていうのかな、ウォンとか、ウォン韓国はウォンですかね。で、中国は何や、ちょっと詳しくないですけど、その国々によってお金が違うと思うんですけど、それを例えば貿易とかする場合やったら、この国のお金はどれぐらいの価値があるかというのをこうずっとなんていうのかな、換算しないとわけがわからなくなると思うんですよ。で、大体その基準になるのが、アメリカのドルだったりとか、日本の円だったり、日本の円はあまりね、円は強いですけど、基準にはならないですよね。大概は米ドルですよね。アメリカドルとかですよね。その次に EU のユーロなんかな。で、大体換算したら、これはこれぐらいの、この国のお金はこれぐらいの値打ちなんかっていうのが分かると思うんですけど、そのベンゾジアゼピンの薬に関しても、そのいろんな薬が20種類から30種類ぐらいあるけども、全部その強さが違うんですよね。だから自分が飲んでる薬がどれぐらい、1錠その 0.1mg とか 1mg とか、その飲んでる薬がどれぐらいの強さの薬を飲んでるかっていうのを一度なんていうのかな、その換算する、その日本円とか韓国のお金とかを米ドルに換算するような感じで、ジアゼパムっていう基準の薬があるんですね。で、そのジアゼパムではどれぐらいの強さかっていうのを、換算する必要があるんですけど、で、その換算するのに、換算表というのがありまして、で、その換算表を見れば自分が飲んでる薬がどれぐらいの強さかっていうのが分かるんですよね。はい。で、またちょっとね、パソコンの画面で映した方がいいと思うので、次の動画でちょっとその換算表というのを映しながら説明したいと思いますけど、
で、そのちょっと困ったことに、その換算表というのが何種類か出回っているみたいなんですね。で、僕が一番信用しているのはウィキペディアに載ってる、まあ、イギリスのアシュトン博士の研究所が出している換算表を僕は基準にしてます。で、日本の病院も独自に換算表を出したりするんですけど、結構ね、違いがあるんですよね。で、多少の違いやったら、まあ、まあまあ許容範囲っていう部分もあるんですけど、とんでもなく違う部分もあるので、で、まあ、そのとんでもなく違う場合はどうしたらいいかというと、リスクの少ない方の、換算表で換算した方がいいと思うんですよね。はい。で、そうですね。まあ、パソコンの画面を見ながらちょっと説明したいと思いますので、まあ今日は、今回は、まあそういういろんな薬があるけども、それがどれぐらいの強さかっていうのをまず知るっていうことが大事だと思うんですよね。まあ僕はその 100mg の水に溶かして、1.25% ずつ減らしてますけど、で月にだ、まあ、5% ずつ減らしてますけど、その薬によって強さが違うので、ね、例えば僕は1錠に対して 1.25% ずつ減らしてますけど、2錠飲んでる方だったらまた話が違ってきますし、で別の薬で、まあ、僕の薬より強い薬、僕の薬より弱い薬を飲んでる人だったら、まだそれはまだ話が違ってくるのでね、一回そのジアゼパム換算っていうのをして、自分の薬がどれぐらいの強さなのかっていうのを知る必要があるんですね。で、その、ジアゼパム換算っていうのをまた次の動画で紹介したいと思います。今回は、まあ、そういう換算表があるっていうことの紹介でした。